宇田智次郎宇田智次郎から1938年10月9日は明治から昭和時代初期の政治家、実業家、貴族院多額納税者議員、衆議院議員。宇田家は高祖壁市の重臣の末裔で代々家老職を務めた名家。江戸時代に公衆の城下より故郷の岸本浦に戻った。岸本浦にて反農反漁の生活を営んだ後、 江戸時代後期頃に、増田屋の屋号を名乗るようになった。二代宇田長蔵、久光子の次男として、土佐国上郡岸本に生まれる。1866年村の寺小屋である、柳瀬塾へ入り、柳瀬清治に学ぶ。当時、大花水垂れとのあだ名で塾中の評判となり、読書よりも、修字を好む少年だった。その後、赤岡の細木塾に入門する。 日本外資、18資略などの貫籍を学び、13歳、頃まで在籍した。1874年5月、15歳にして分家する。1877年3月、高知外に第7国立銀行が開業すると、給仕として採用される。間もなく、手代に昇進するが1年余りで銀行を辞める。1878年の晩春、郷里の岸本へ戻り、 用物店を開業するが、代金回収に重きを置かなかったことが原因で一年、余りで店を畳む。ついで履物店を開業するが、用物店の二の舞を踏み一年半ほどで閉店した。度重なる経営の失敗の後、再び高知へ戻り屋根のいる主崎町の薄井商店に居候を決め、義系の薄井四方郎の下で三年間修行する。 1885年議兄の紹介により、日本郵船高知支店に下級書記として採用される。しかし1888年高知支店は閉鎖となり、宇田は寺田良らと共に、土佐運輸会社を設立。寺田良を社長に、自らは支配人として、再配を振るった。この間、28歳の時に、青木左右氏と結婚する。 ついで、土佐運輸と高知棋線が合同し、新たに、土佐優先となり、支配人となる。1894年、川崎育太郎、横山慶南寺らと共に、土佐航路以外の宴会公開事業を営む土曜商船を起こし、大阪支店長となる。その後、土佐優先、土曜商船、土曜商船、共栄棋線の4社が合併し、帝国商船が成立すると、 常務取締役となるが、経営難のため一時北海道を樽に転出する。1899年同社は解散となり、同年1月に土佐共同規制と合併し、土佐商船となり、横山刑事が社長に、宇田は常務取締役に就任した。日露戦争が勃発すると土佐商船の持ち船が御用船となり、これを提供することで利益を上げた。 1905年5月の日本海海戦の海戦直後に事故の持ち船をいち早く売却することにより戦後の戦火下落による損失を防いだ。1907年4月、土佐商船の事業を大阪商船へ乗用し、海運事業からは手を引くこととなった。1908年6月、横山慶治の死去に伴い、土佐電気鉄道の4代目社長に就任した。 五面線の延伸や新地線の開通などに尽力した。1912年社長の座を退き取締役となり、斉藤理二西が時代社長となった。この頃、松本金子と結婚した。1921年斉藤が退任すると、再び社長に返り咲き、翌年8月には土佐電機を設立した。1934年6月、同社を引退。 1911年1月、土佐セメントを設立し、1932年12月まで社長を務めた。さらに、1913年1月、白陽汽船を設立し、社長を務めた。1920年4月には、川崎育太郎と共同出資し土佐中学校を創設するなど教育界にも貢献した。財界においては他に、 かや銀行頭取、土佐銀行頭取、高知商業会議所会頭、三重合同電機、土佐東部電機、大東漁業格、取締役などを歴任した。政界においては、1911年10月に高知県会議員に当選したのを皮切りに、1913年4月に高知市会議員に当選。いずれも1919 19年まで務めた。 1924年5月の第15回衆議院議員総選挙では、高知県第3区から県政会所属で出馬し、法師定時の死去に伴い補欠当選し一期務めた。1925年9月8日、衆議院議員を辞し、高知県多額納税者として、貴族院議員にご選され、同年9月29日に就任し、 研究会に所属し1932年9月28日まで、勤めた。議員時代から関節炎に悩まされ、高知に帰ってからは、次第に歩行が困難となり高城町の自宅にて、療養に勤めたが、1938年10月9日、老衰により死去した。ありがとうございます。